うわ、最悪。うねうねパスタを食べる時が来た。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあそこのを作りよる間に、こっちでこれが60個いる。はい、あっち側のあの明かりの場所がめちゃくちゃ気になるんやけど、そのうち行けるようになるんかな。はい、で、あとマシンの壁。何マシンの壁ってそんなんでちゃんと守られるんだろうか。あ、もしかしてもう角あれ使わんでも全部アイテム足りるんやない。せっせせっせと作り上げていきます。はい、扉。なんかすごいまがまがしい感じになりそうやけど、私中におって大丈夫なんかなめっちゃ怖いやん。はい、とりあえずこれで全ての材料が揃った。さあ、あとは何をどうやっていくの。アイアンの壁がなんか周り、もうすげえめんどくさそうやなちょっとびっくりするぐらいめんどくさそうやな。ここ違うやん。え、なに、どこ、ここ。あ、そこもそうなのね。え、ここは違う。なに、どこが、どこが合ってるんすか。ちょっと待って、ここは、え、ここも違うやん。あ、そっか、これアイアンの壁じゃないわこれ全然アイアンの壁じゃない、邪気王の壁やった。どこの部分、邪気王の壁。なんだかよくわからないよくわからない。とりあえずあの下と、え、どこ、ここってこと。あ、あ、で、ここ2つそしてあとあっち側、どこ、ここってこと。ここの上の部分、これで邪教の壁は、あ、終わりか。で、アイアンの壁が、アイアンの壁が、この辺ってことでいいんかな。はい。あ、ミスった。この上は関係ない。はい。あ、間違えた。これで、で、こっち側も、あ、で、この後ろとかもそうってことか。はあ、はあ、はあ、オッケーオッケー。え、ここは上も2列。いや、違う、1列やね。違う、2列じゃないわ、2段ではなく1段やね、この辺。はいはい、オッケー。敷いていきまして、結構簡単に完成しそう。そんな簡単に完成するシェルターで大丈夫なんかなえ、シェルターだよね。なんか簡単に壊れそうな感じがして仕方ないんですが。あ、なんか一箇所間違えた。ここもかな。あ、オッケーオッケー。さあ、これで、あとは、あれ、アイアンまだ置けれてない場所がある。あー、違うか。あれはどこ？上？上っぽいな。ん？ってことは、何？どこ？ここってこと？いや、全然違う。どこですか？こっち側？あ、こっち側か。ここが2段ってことか。なるほどね。で、OK なんかな。これでアイアンの壁もできてない。できてない。え、どこ？どこができてないの？これ。ん？どこの部分？私は今どこにいる？あれが私か？ということは向こう側の一番端下。
こっちこっちこっち。あ、ここか。なるほど。はい。ここアイアンにして、で、あとはマシンの壁。マシンの壁が、この上の部分と、ここにマシンの壁を置いていくということですね。はっ。あ、あっちの端っこ、あっこは違うってこと？ここ角っこってことかな。よいしょ。あ、お腹が空いたっぽい。うわ、最悪。うねうねパスタを食べる時が来た。なんか体力減りそうやけど大丈夫なんかな。ねえ、あんなの食べたら逆に体力減りそうなんですけど。あれ、どこ行った？あ、これか。マシンの壁。よいしょ。はい、マシンの壁。で、マシンの角壁。これが2段ずついるんよね。2段ずつ。はい、マシンの角壁、鉄のラウンドコーナー。あ、ってことは、こういうことか？ちょ、待って。はい。で、こっち側にも、置いて、で、こういうこと？あれ？あ、あれ？方向。ちょ、方向ちゃんとして。は。方向はどう変えればいいの？これ変えれんくない？こうか。はあれ、全然違うやん。全然光らんねえけど。こっち側？さらにこっち側ってこと？ああ、なるほどね。そういうことね。あ、で、さらに、はこうやって置いていくと。じゃ、こっち側も同じようにやね。回転とかってさせれんかったっけ？なんか色まで違うんですけど。ちょっと待って。 うまく置けれない。こういけばいいのか。よし。まだ何か必要なものある？え、どこに何が？あ、なんか1個必要なもの。あ、魔物の扉か。あ、なるほどなるほど。はいはい。ちょっと待って。魔物の扉をここに設置すれば良いわけですね。よし、これで。はっ、セルターの設計図完成。ふう。でも、まがまがしいけど綺麗な感じやね。ピピピピピー、設計図の完成を検知。完成を検知できたよ。これがシェルター？うんうん。おーい、みんな、そんな大声出さなくてもみんな近くにいるでしょう。おい、なんだこの建物は。色といい、壁の模様といい。おいら、この建物見たことないぞ。世界の常識をも破壊するような、どこかメカニカルで荘厳な建造物じゃの。てか、屋根とかなくて大丈夫なの、シェルター？空から来られたら終わりじゃない？しかも、敵であるはずの強大な建物を生かし、シェルターとして作り変えるとは。やはりビルダーとは興味深い存在だ。いや、いいな。ビルダーだからではなく、お前が興味深い存在なのかもしれんな。ああ、殴られる。アイナ、お主が誠に破壊神様の友であったなら、私はお主に手を貸すべきかもしれぬ。私は教団ではなく、破壊神様に仕える神官なのだから。あ、そうなんや。なるほどね。空き部屋になったよ、空き部屋。アイナ、ほんとすごいや。きっとシェルターがあれば、滅びの日が来ても生き残れるね。そんな、楽観的でいいんかわからんけど。あゆなよ、よくぞシェルターを完成させてくれたな。改めて礼を申すぞ。この色、このフォルム、そしてハーゴン教団らしい魔物感。どこをとっても素晴らしい。しかし、わしには分かっておるぞ。このシェルターはまだ途中なのだろう。え、そうなの？これだけでも十分すごいのに。建物自体は素晴らしいが、この大きさで魔物たちを入れるにも限界があろう。それに、わしのセンサーが、アイナのビルダーとしての力はこんなものではないと続けておる。
そんな勝手なこと言われましてもね。頼む。まだこのチールでたくさんの魔物たちを救うためにもっと手を加えてくれ。うん。どうすればいいの？広く？お。おいおい、すごいな。色といい、形といい。おいら、この建物見たことないぞ。私もないよ。確かに考えてみると、たくさんの魔物を入れるには今のシェルターじゃ小さいかもね。僕たちはいくらでも大きさを変えられるけど、他の魔物はそうもいかないし。だけど、もっともっと大きなシェルターをアイナ一人に作らせるのも。お、作ってくれる？え、今まではビルダーの鐘を鳴らして一緒に物を作る仲間を集めていたの？確かにそんな金で仲間を集められたらシェルター作りもはかどりそうだよね。あるの？もしや。だけど、そんな金もちろんここにはないし、どうしたらいいのかな？それはまた金を作るところからということですか？ん？フォッフォッフォ、アイナ、何を悩む必要がある？そこになければ作ればよい。それがビルダーであろう。わしが残したあれが素材にできるじゃろ。ビルダーの鐘を自らの手で作るのじゃ。え、白じい？アイラ、何かひらめけそう？もし何かひらめいたら作って目印の場所に置いてみてよ。お、新たなレシピをひらめいた。ビルダーベル。ビルダーの力が宿った人々の心を動かす鐘。魔物の心も動かせるんかな。とりあえず作ってみるしかやね。しかもこんなまがまがしい作業台で作れるものなのか。ビルダーズベル。これね、ビルダーベルやった。よし、置きますか。もうびっくりした。ビルダーベルを手に入れた。ちゃんと周りまできっちりついとるね。前まで金だけやったのに。で、目印の場所。なるほど。おあつらえ向きにちゃんとここに。くっ。はい、この場所に。よいしょ。と。うわ、できたよ、ビルダーベル。これがビルダーのかね？もっと怖いものかと思ってたけど、なんだか可愛いね。やろう？ねえ、みんな！わざわざ声がでかい。ピピピピピ。強力なものづくりパワー検知。ものづくりパワー検知。これはなんと恐ろしきものか。ハーゴン教団の聖地とも言える場所にこんなものを作るとは。で、アイナ、こんな金作ってどうしようってんだ？仲間を集めるかな。でもモンスターが来るってことかな、ここは。アイナ、ビルダーの金を作ってくれてありがとう。これでシェルター作りの仲間を呼べるね。それにシェルター作りの仲間も一緒に滅びの日から助けられるよ。けど、シェルター作りの仲間って言ったって、ここにいるのはハーゴン教団の魔物だぜ。いくら彼の力で呼び寄せても、シェルター作りを手伝うとは限らぬが。当たり前だぜ。ハーゴン軍の魔物が物作りなんて聞いたこともねえし、できないに決まってるだろ。どうしてできないの？僕たち見た目はあやなと違うけど、他は全部一緒じゃないか。まあ、でも難しそうよね。まず手がないし、スライム。あいな、姉金を鳴らせば仲間が集まってくるんでしょ？キラージーやグリムは意味がないって言ってたけど、やってみなくちゃわからないよね。まあね。え、魔物は人間とは違うから物作りに目覚めるかわからないって？そっか、魔物は人間とは違うもんね。だけど、今はそんなこと考えてる時じゃない。シェルター作りはみんなを助けるためなんだ。仲間が集まれば、アイラの友達を探す手がかりも引き出せる。さあ、アイナ、まずはビルダーの鐘を鳴らしてみよう。とりあえずはそこから。お、ビルドレベル上げれるやん。よし。さあ、仲間は集まるのか。あと、結構、これが全てじゃないよね。びっくりした。向こうの方とかあるよね、いっぱい。はい、これでビルドレベルアップ。一番の魔物がものづくりに目覚めた。目覚めたやん、マジか。あ、なんか来た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 。あれ、あいつって古いよってやつじゃない、なんか。ね、あの、マントヒヒみたいなやつ。新しい仲間がやってきた。何、なんか思いつく？アイナはたくさんのレシピをひらめいた。なんかマシン系と、邪教のなんか柱みたいな。なにこれ？ドーム型の窓。え、なんやか、いいやん、おしゃれやん。ビルダーの鐘を鳴らしてくれたんだ。とっても素敵な音色だね。うわー、見て見て。鐘の音を聞いて新しい仲間が来てくれたみたい。
ん、マシンの光る壁にスロープ階段、ドーム型の窓か。まあ建材なんか思いつかれてもオイルたちはちんぷんかんぷんだがな。でも僕なんだかものづくりに目覚めた気がするよ。ううん、アイラとものを作る決心がついた。実はわしもじゃ。わしはそもそも異端気味のマシンじゃったが、これからはアイラとものを作るぞ。グリムと地獄さんはどう？オイラはできねえ。無理だ。とにかくアイナ、新しく来た者たちと話すんだ。君の友達のことも聞いてみよう。話しかけるのはこっちなのね。不思議な鐘の音に惹かれてきたら、これは一体何なんだ？ビルダーのアイナが教会をシェルターにしてくれたんだ。ここにいれば滅びの日が来ても平気だよ。グホホ、ビルダーだと？そんな教団的と一緒なんて、俺たち破壊の牛は破れない方。まあ待てよ。何も友達になれてんじゃねえんだ。お前たちだって死ぬのは嫌だろ。けそれもそうだな。ここには神官様もいるし、厄介になるとしよう。で、なんだよ人間、何か言いたげだな。何？シドウという友達を探してる。どこにいるか知らないかだと？悪いがその名前聞いたこともねえ。そもそもこんなところに人間の友達なんかいるのかよ。ここはものすごく広いし、変な黒い渦もたくさんある方。さすがにしても、探すにしても歩いてなんか探せない方。歩いては探せないか。じゃあどうすればいいのかな。僕に乗ったって大して変わらないし。でも高いとこには行けるよね、スライム。ピピピ。あいなよ。今は仕方あるまい。友達の居場所は根気よく探っていこう。なんとマンドリルとベビルたちが仲間に加わった。この子たちは建築をするんだろうか。とりあえずメタッツとキラー G はしてくれるみたいやけどね。アイナ、鐘を鳴らしてくれてありがとう。だけど、グリムも地獄さんもみんなもシェルター作りを手伝ってくれないなんて。あ、みんなも手伝わんのや結局。魔物のみんなを滅びの日から救うためなんだよ。なのにメタッツ、オイラアイラのことは嫌いじゃねえし、ものづくり自体はすげえことだとは思う。だがオイラたちは魔物だ。これにハーゴン教団の教えだってある。魔物は建物を作るのに協力できねえ。でもメタッツよ、気持ちはわかるが、大人にはそれぞれ事情があるのじゃよ。そんな、うわいい子だな、メタッツ。でも、キラー G は手伝ってくれるよね。なるほど。さて、アイナよ。いずれにしても仲間が増えた。そろそろ本格的なシェルターを作ろうぞ。でもやっぱり、たくさんの魔物を救うようなもの、アイナと僕たちだけで作るなんて。そうは言ってもの、無理にやらせるわけにもいくまいて。とにかくアイナよ、滅びの日が来ても無事でいられるシェルターの設計図を書いてくれぬか。とりあえず屋根がいるんじゃないの？いらないの？今あるシェルターもなんとも独創的じゃが、さらなるハイセンスの建物を期待しておるぞ。どんな感じ？広くするんかな？なんか、広なんか、めっちゃでかくなったんやけど、奥まであるやん。何楽しげに。箱舟の土台設計図を描いた。箱舟？ガガガガ、ピー。設計図検知。うわ、結構やね。結構なでかさで結構必要。うわー、シェルターの設計図を描いてくれたんだね。さすがはアイナだよ。しかし、完成せればわからぬが、これは本当にシェルターなのか？ガガガ、何？シェルターではなく箱舟じゃと？この地から脱出するための乗り物なのか？なんだかすごそうだな。こんなにすげえ、こんなにでけえもんを作ろうなんて。しかし、この設計図だけで完成できるのか？まだ続きがありそうにも思えるが。ガガガ、ほほう。全部思いついたわけではないから作りながら考えるとな。作りながらか。アイナなら僕たちが想像もつかないすごいものを作っちゃいそうだね。うん。ではアイナよ。この箱舟作り、わしからミッションとして正式に依頼させてくれ。ミッション、ビルダーの箱舟。箱舟を作ろう。皆を乗せる箱舟を作るべし。世界が滅んでも生き残れるように箱舟を作り、魔物たちを乗せてやってくれ。そして、集めた魔物たちから情報を得ていくことが、お主の友達探しにつながるであろう。お？メタッツ、お前何しやがった？おお、僕何もしてないよ。
一体何が、敵が攻めてきた、もしかして。あ、なるほど、指導がなんか暴れん、すぐ近くやん、やばくない、真後ろやし。これは世界が消え始めておるのか。やばいってそれ。しかもあれさっき、なんか足場がなくなりよる。これこそ滅びの日の前兆に違いある前、破壊神様によって世界が滅ぶ前触れだ。そんな早くせんと、ダダダッするとこのままでは飲み込まれちゃうね。ほら、あっこぽっかり穴が開いた。滅びの日までさほど時間はないようだ。この揺れもたびたび起きるだろう。アイナ、目立つ。おお、オイラやるぜ。オイラ死にたくねえ。アイナと箱舟を作るぜ。やれるんやないかーい。うほほほほほ。オイラたちもうほ。箱舟作り、手伝ううほ。結局手伝うのみんな。お前たち。地獄殿、滅びることが、死ぬことが救済だと、本当にお考えなのですかな。アイナは、我らの価値観を破壊するように、魔物を助け、そして箱舟を考えてくれた。ほほほ。このままではアイナの方がよっぽど立派なハーゴン教団の信徒なのでは。ええー、仕方あるまい。私もアイナと共に箱舟を作ろう。おお、三神官の一人まで。私とて、死ぬのは嫌だ。嫌なんかい。魔物たちが物作りに目覚めた。一部じゃなくなった。うわーい、ありがとう。箱舟もみんなで作ればすぐにできそうだね。よーし、では改めてみんなで箱舟を作っていくぞ。えい、えい、おーじゃ。ミッションスタートー。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか結構でかいものをまた作っていかんといかんみたいやけど、あれか？材料さえ収納箱に入れとったらモンスターたちが作ってくれるんかな。ね、新鮮な映像やね。